殿氷城は、現在の宮崎県斎都市にある山城。国の史跡。追記は1337年、伊藤助持による。伊藤48城の一つ。別名、浮船城。また、殿氷城本丸は、高谷山城領の寮木内城伝承地でもある。殿氷城は、南北朝時代から安土桃山時代にかけて、 日向国に拡挙した伊東市の城の一つ。1335年、足利高氏より、戸の氷300丁を賜って、日向に下校した伊東本州下の伊東助持による築城と言われ、後に、この戸の氷城を本拠として、勢力を拡大することになる。高さ約100メートルの丘陵に、本丸、二の丸、三の丸、奥の城、西の城の五つの車が築かれている。 その外側には10以上もの帯車や腰車が廃されている。東西約400メートル、南北約260メートルの広さで、地元では五条角の通称が用いられている。ちなみに、中世の南九州の城は、車の名称を丸ではなく、城と称することが多い。五条角と、峰続きに1.3キロメートル東方に、比較市場という出城があり、 また東の城、泉の城、南の城、向かいの城、向井の城、中尾城といった出城がある。七つの出城はいずれも、丘陵の先端に築かれており、物見櫓のような建物の存在や、主要な往来に配置されているので、板書的機能も有していたものと推定される。さらに総延長約4キロメートルもの水堀や池が、工場閣や侍屋敷、寺社地、 町人地など取り囲むように巡らされており、中世式城郭の典型的な様式である。大規模な城域は、東西約 2km、南北約 1km に及び、追記当時の西国では、指折りの異様を誇った。城の外堀として山材川が利用されており、別名を浮船城と称された。川も二城壁が移り、そのためあゆがここから上流へは遡れなかったという。 伝承もある。伊藤家の黄金期を築いた十代当主、伊藤義介は、春は花秋は、紅葉に帆を上げて霧や霞の浮き船の城と読んで、城の風画を叩えた。城下の要所に、多数の神社仏閣を集めて、非常時の際の防衛拠点として活用することは、城石だが、殿の氷城も、同様だった。城下には八つの神社と二十もの寺院があった。神社は、 若宮権現、滝の天神跡、荒竹神社、岩崎稲荷、殿氷稲荷、原向き稲荷、潮釜社跡、喜び部権現である。寺院は、大安寺、三つける寺、黒漢寺、竹草寺跡、安陽寺跡、梅林寺跡、後、子飛吹院跡、伝馬森院跡、長持寺跡、元永寺跡、遠光院跡、大陽寺跡、近畿吉寺跡、 低徳院跡、大祝寺席、徳泉寺跡、花立寺跡、一条院跡、東光寄跡、上落院跡が確認されている。助持の子、伊藤雄恵の代に大集築が加えられた。日向たによれば、夫よりとの氷を経営せんとて、渡る花風を定む。大行の差し様さ対、極むって、先不審に、帰り。 愚足あるニア万象を召し集め夜を日に属て、急ぎ蹴り。渡る勢力を励まし、吉実をせんてご移住なり。その外、千機のごとく、八せして門前に死をなす。金樹、戸ざま、馬回り以下の屋敷割りありしかば、さしもに広き山上の山下もさらになかり蹴りとある。城は、戦乱や失火によって四度も火災に見舞われたが、1五百四年三月十一日。 城中からの失火によって城外まで延焼し、建物器物の大半を消失したこともあった。伊東氏は後に、日向国の大半を領して、伊東48城と呼ばれる48の城を持ったが、戸の氷城は佐渡原城とともにその本城として繁栄する。1577年に、伊東氏が島津氏の侵略により一時的に衰退すると、戸の氷城には、 島津義久が入場し、豊臣秀吉の九州征伐、高木の戦いにおける前線基地となったが、豊臣秀吉により島津氏はね、白坂の戦いで完敗し日向国から放築され、戸の氷城は戦後廃城となった。伊藤氏は中軍の帯城を本拠とし、帯藩主として繁栄した。1615年、江戸幕府の一国一条例により戸の氷城は、 正式に廃場となった。2000年9月6日に国の史跡に指定され、2001年より整備に伴う移行確認調査が実施されている。また、都の氷場にて生誕した伊藤満書を記念し、伊藤満書像が設置されている。ありがとうございます。